グラントグリーンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍フラートン、出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。キャニオン高等学校には2年時に打率打、4382類が22打点。翌年は、455.3本類打、30打点、14盗塁。最終学年は、453.4本類打、22打点、14。 盗塁を記録し、チームが所属するリーグのファーストチームに選ばれる。また全米代表にも選抜され、2006年のパンアメリカチャンピオンシップでは打率、412.6打点に盗塁と活躍した。この年の MLB ドラフト14巡目で、サンディエゴパドレスから指名されたが、南カリフォルニア大学へ進学。大学1年時は、すべての試合に先発出場し、 打率316.2本類が14二類二打24打点6盗塁を記録所属カンファレンスであるパックマイナス10の新人王に選ばれる2年時は打率390.9本類が46打点10盗塁の成績でベースボールアメリカのオールアメリカのサードチームとオールパシフィックマイナス10コンファレンスに選ばれる 3年のシーズンが始まる前にベースボールアメリカが発表した大学生のプロスペクトランキングで3位の高評価を受けるがいざシーズンが始まると最初の13試合で打率234とイマイチなスタートとなるしかしシーズンが終わってみれば打率374.4本類が32打点16盗塁と期待通りの成績を残した 2008年の夏は多くのメジャーリーガー輩出したケープコットベースボールリーグに参加しトッププロスペクトに選ばれ最もオフェンシブな選手と評価されるが守備では41試合で17失策と苦しんだ2009年の MLB ドラフトでは多くの専門家から高評価を得たグリーンは一巡目の早い段階で指名されると思われいくらかのスカウトは将来 三塁手に向いていると評していた。しかし、一巡目で指名した、オークランドアスレチックスとグリーン自身は、遊撃手で行くことを望んでいた。そして、敏腕代理人のスコット・ボラスの影響もあり、交渉は長引き、8月17日に275万ドルで契約を結ぶ。これは、ドラフト契約期限の数分前だった。2009、2010シーズンは、 A 級ストックトンポーツで過ごした。2010年はベースボールアメリカのアスレチックスのマイナー機関の三塁手部門でのトッププロスペクトに選ばれオールスターフューチャーズゲームにも出場した。オフシーズンにはアリゾナ州キリーグに参加した。2011年シーズンは AA 級ミッドランドロックハウンズで過ごす。2012年はトリプル A 級サクラメントリバーキャッツに昇格した。 2013年7月8日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。2013年7月30日にアルベルトカヤスポとのトレードでロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムへ移籍した。2015年9月30日にディーフとなった。2015年11月30日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は 参加の AAA 級サクラメントで迎え、6月30日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。7月28日に DF となり、8月1日に40人枠を外れる形で AAA 級サクラメントへ配属された。10月12日に FA となった。2017年1月27日にワシントン・ラショナルズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕を参加のトリプル a 級シラキュースチーフスで迎え、4月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、2試合の出場で3打数無安打で、4月21日にトレアターナーの故障者リストからの復帰により、ィーフとなり、23日に40人枠から外れる形で、 トリプル A 級シラキュースへ降格した。6月14日に FA となった。2017年6月21日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級シャーロットナイツへ配属された。8月7日に FA となった。2017年8月18日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスへ。 配属された。2018年5月6日にメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約。ありがとうございます。